やかに向かう。ココレータ、陣形を整えろ。衝撃。分かったわ。了解。つまらないわね。
どうだ。助かったよ。ありがとな。どうだ。とにかく、了解。そうですね。いかがでしょう。あれだ、町の被害はまだそれほど大きくはないようだ。だが賊たちが動きつつある。襲われる前に奴らを倒す。速やかに向かう。了解。
やってやる。ここれだ。速やかに向かう。バレたじゃない。よし、撃破。陣形を組みなさい。儀式魔法を使うわ。お前たちは。俺たちはブルーフォックス。聞いたことはないか。セントラルを拠点に活動しているという新設された傭兵団だったか。そうだ。なるほど。噂にたがわぬ猛者揃いのようだな。助かった。おかげで命拾いをした。英氏、いや元騎士ドノバール、落ち着いたら俺たちの拠点エルムまで来てほしい。いいだろう。命を救ってくれた恩義もある。近いうちに謝礼を兼ねて訪問させてもらうとしよう。ドノバール、今は退役したという話だが、もう一度俺たちと共に戦う気はないか。あの町を賊たちから守り抜いたその実力、埋もれたままにしておくのは惜しい。私の仕事は英氏としてあの町を守ることだ。放ってはおけない。ブルーフォックスとしてその役割を負えばいい。国全体を守ることが町の平穏にもつながる。なるほど。お前たちと出会ったことも何かの縁かもしれぬな。いいだろう。老骨ではあるが、ブルーホックスのため今一度一戦で剣を振るうとしよう。こうして死地を与えられたことはむしろ名誉なことかもしれぬな。頼んだぞ、ドノバール。なるほどな。なるほどな。
よし。くくくく。いらっしゃい。ウエストフィールドでアジンの群れが横行しているようだ。西の森林地帯から現れたアジンたちが村をいくつも滅ぼして回っていると聞いている。次に狙われるのはユルデンの町じゃないかって。そこを守るのが今回の任務だね。アジン、ジェイドを帯びて人外になった者たちがウエストフィールドの森を住処として、これまで断るごとに人を襲ってきたらしい。でもさ、片言の言葉しか話せなくて、人間を食い殺すことしか考えていないなんて、魔獣と同じようなものじゃないの？今回は散発的な魔獣やアジンの襲来とは違う。明らかに何らかの思惑で町や村を狙っている。だから王政府やヘンデ公も討伐を決めたわけだ。アジンを討伐しつつ、この辺りの原因も調べておくか。ブルーフォックスとして名を挙げる機会でもあるしね。しかし、ちょっときついかも。どうかな？悪くない。それなら。うん。はあ、すまない。いつか何人か団員たちの配属を移動したい。俺の案をまとめたものだ。見てくれ。これかい？うん。僕に異論はない。適材適所だと思うが、リアズ、この移動を本人たちに伝えるのは誰の役目だい？頼めるか？一癖も二癖もあるメンツばかりだ。不平を唱える者は少なくないかもしれないね。だからこそ団員に信頼されているお前に頼みたい。お前が言えば奴らも従うだろう。はあ、利用されている気がしなくもないが、そう言われるのは悪い気がしないのも事実だ。まったく、僕はこうしてずっと君の手のひらで踊らされ続けるのだろうか？悪い気がしないのなら続けてくれ。厄介だね。アンドリアズ殿。ああ、そういえば、ぜひご覧ください。ほう、なるほど。実はこちらです。ぜひご覧ください。それで？そうですね、それにですね。なあ、あれさえあれば。どうだ、
わかりました。いかがでしょう。すまないな。だからこそ。いや、それがです。まったく。アンドリアズ殿。いや、実に由々しき事態。どういうこと。間違い、あれさ、うん、ありがとうございます。きっと。いや、なるほどな。はあ、おいおい、思いついたんだが、
それとさ、頼めるか？ああ。すごい。いや、助かった。とにかく。そうだな。よし、